MLB オールスターファン投票の第1回中間発表の結果、現時点でのア・リーグ最多得票、大谷翔平924,182、ナ・リーグ最多得票、ロナルド・アクーニャ・ジュニア186,537。 MVP2 人、大谷さん。当然の結果、この2人こそファンがオールスターで見たい選手。もうアクーニャに MVP あげちまえよ。もし大谷が今年も MVP に選ばれなかったら MLB はガチで人種差別をしている。2018年の新人王2人、正直アクーニャが大谷より票多いとは思わなかった。誰か NBA で例えてくれ。ジョーダンとレブロンが投票でオールスターに選ばれた。 MLB 最高勝率のレイズから誰も選ばれてない。なんでレイズの選手が一人もいないんだよ。ありえない。レイズの選手が全然注目されてないのがやばい。ヤンディとワンダーは選ばれるべきでしょう。これはファン投票だからね。レイズファンなんて一人もいない。ゲレーロがディアスより上とか言葉も出ない。ゲレーロ、カナダに投票権を与えるな。吉田はどこだ。トラウトがアロザレーナと吉田より上なのは終わってる。この結果見てからもう5回は吐いた。毎年オールスターのラインナップを見るたびに、にわかの野球ファンは野手の名前を9人も知らないんだなと思う。ファン投票はやめるべき。マファンのためのエキシビションだからね。未だにファン投票してんのマジウケる。 MVP とサイヤングもファン投票だったらって想像してみ。ファン投票やめさせるにはアスレチックスの選手に投票するしかない。